蘭の道の駅に到着しました。わーい、これから室蘭のお恋飯いただきます。開けてみます。開けましょう。初めて。どうぞ。じゃじゃじゃん。あー、愛しの母心飯さん、すごい。でもかわいい。開けます。開けます。じゃじゃん。パカーン。パカーン。すごーい。びっくり。どういうこと。なにこれ。貝に入っても見て衝撃。しかもかわいいネットがついてる。すごみ、すごいです。これ何、これかわいい飴、水色、海をイメージしてる。これ取った方がいいんだ。これに全部こう、すごい。これを取って全部取って開けていけばいいかな。これこれすごいね。あー、すごい。バカバカ貝です。本物のこれはホッキ貝。ホッキ貝です。ホッキ貝です。本物のホッキ貝。意外とすごく確かに安い。すごい衝撃。これ釣ってきました。何が釣りました。これはもう SNS 映えしますね。すごい。すごい。しかも大きい。これが本物だとは。ホッキ貝の泊まっ前に中に、なんか入ってる。あー、入った。これこれじゃ開かないの。パカパカ。じゃじゃん。じゃじゃん。ホッキ飯が入ってます。パチパチ。おにぎりか。衝撃。すごい。これすごい。初めて触ったかもしれない。苫小牧民なのに。ラッコが持ってるやつ。それほかって、あ、何でも食べる。これラッコ持ってるよ。これこれ持ってるイメージ、ホタテより。なんだろうこれ。すごい大きい。ホッキ飯が2個と、じゃじゃん、2個。これがこれが燻製卵を略してくん玉。美味しいやつ。これが、チーズ。縄文チーズ燻製。美味しそう。これがお漬物。お漬物あった。書いてある。お漬物。何のお漬物。なんだかは書いてるかな。書いてないけど、ナスっぽい。ナスっぽい。材料。見た目はナスっぽい。漬物です。ナスの漬物です。では早速。すごい。これがハッカーメって書いてる。から、すごい。おにぎり。おにぎりを。ホッキ飯。あー、ちぎれちゃった。あ、上手にできた。
これ何か全部お腹まで行くのか。あー、ちぎれちゃったから行けなかった。取ってさ、全部手で取れ、触ればいい。こっちがたっぷり、アイスサーでーす。じゃじゃーん、いただきます。がたくさん入ってます。おいしい。うん、優しいお母さんの味がします。うん、味が本当に甘くて、噛めば口の中だしが出てくるような、とてもおいしいです。キノコも入ってます。おいしい。なんだろう。ゆで卵、通常くん玉いただきます。いただきます。卵好き。うん。なんかちょっと半熟で。燻製のとってもいい匂いがします。おいしい、おいしい。うん、中もちょっと半熟でね、おいしい。うん、おいしい。半熟縄文できるのよ。あー、そういうこと。あー、これ、この模様、確かに縄文チーズ。いただきます。いただきます。この模様もしたい。じゃん、縄みたいな模様がついてます。いただきます。うん、これも卵と同様に燻製のいい香りがして美味しいです。うん、おつまみにもいいかも。うん、酒にも合いそうです。うん、このサイズ感が、うん、